はい、止めろって言ってたこっち来いよ。もう具合があったのかな。マジ、うん、ごめんね。え、大丈夫。やるべきミッチーさんにカメラ回してたら社長言うすから。ミッチーって言うすと思った。パロパロ G、 パロパロ G、 パロパロ G。 話進まない。どうでした社長たちは。いや、いいコースね。やっぱいい子だよね。いい子だと思います。あの子はね、デローションまみれになって、デローションまみれになって言い方がおかしい。ローションまみれになって。結局ローションまみれになるわけじゃないですか。始まりました、つくチャンネル。皆さんこんにちは。宮城つくしと田中すずとチラシリブです。今回はぬるぬるボクシングをやりたいと思います。今回、うん、あの急にオープニングが始まりましたけど、うん、これ見てる視聴者さん、え、どこでやってるの？確かになってると思うんですよ。もんね、あのミッドFMで小林社長とゆりかえ道場 の、 あの社員さんたちとお会いしてお話しさせていただいて、はい、で今回ぬるぬるボクシングの企画をやりたいって言った時に社員さんにいいことが聞けたんですよ。この今日ぬりかえ道場さんの場所を借りれるそうです。そうですよね。そうです。急に振られる。ありがとうございます。したいんですけど、はい、大丈夫ですか？全然、はい、全然場所提供しますよ。1個ちょっと空き上がるんでね。あ、本当ですか？え、空き上がって、はい、で、まあ、ここからちょっと近いんだけど、はい、もともと社長が住んだったから。おお、そうそう、今、今日社長帰ってこないから、はい、まあ、空き家状態だから。そうなんですね。そうそうそう、今日だけもう、今日だけもう、もうわちゃわちゃやって、もう、設定にして。うわー、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうじゃないですか。実はこれ、あの、やらせなんですよ。同期は、もう社長知ってるから。で、社長に許可取って、そうですね。まあ、それはいいと。で、俺ん家でゲームか、なんか相撲か、なんかゲームやるんですよ。実は社長と結託して、もう、俺は知ってますよね。まあね、じゃあ僕もそうやって連絡来たんで、まあ、それ場所は提供してあげないといけないじゃないですか。ね、そうかね。まあ、あの子たちには、社長今日帰ってこないから、思う存分使ってくださいって言ったけど。そんなうまい話はないよっていう。まあまあ、そうですよね。そうだ、うん、無料で場所の方が提供してもらえるわけないじゃん。そうですね。レンタル代とか取られるし。そうですね。やっぱレンタル代も取られるし、やっぱね、ただより怖いものはないからね。本当ですね。ね。で、まあ俺がバーンって、まあ、入って、はい、でお前らも消えるんだよ。で、あれんだよなって。で、僕らも真っ白切り通すからね。お前らも謝るしかないみたいな。もうちょっともう説教人みたいな感じで。そうですね。お前らどうなってんの。でも俺も社長に今日切れるもんね。ああ、もちろん、はい、本当に切れるんで、はい、で絶対あの子たちのせいしてください。そうですね、いい人を選んでください、はい、ああ全然もうあのさっきあのプロデューサーと打ち合わせしてきました。あ、そうですか。いやもう それはもういや若い子たちでやっているんで、そうですね、もう私たちは若い子たち同士に任せたんでとか、うん、まあ、そんな感じで、はい、見た感じめちゃくちゃ若いもんすぐ泣きそうですけど大丈夫ですか？社長のお家なんですよね。まあ一応まあ家に行ったら社長の家で、大丈夫です。いや、大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあもうカメラあったらもう無敵。カメラ向けたらもう何も起こらないから。めちゃくちゃだよ。何やっていいの？じゃあもういいよ、カメラ止めろというか。これガイドの仕事なの。いや、大丈夫ですよ。今2回しか使ってない。自宅、自宅。リュウジさんはハマっちゃってんな。ソファ動かすんすか？ソファ動かしてもいいでしょ。びしょびしょなんです。びしょびしょにしてもいい。全然いいんですけどね。いや。78.8 キロ。痩せました。
みません。はい、じゃあ行きますね。5、4、3、2。準備が出来上がりました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいにしてボクシングしていきたいと思います。そうですね、もうみんなの股買ってもらってもいいんで、終わったら。え、はい、もう最後片付けはするんで、お任せくださいやったー嬉しい。じゃあこの後ね、私たち、はい、あの衣装にお願いしていきますので、準備の方ありがとうございました。はい、ぜひ楽しみにやってください。ありがとうございます。はい、社長帰ってくるんで、片付けないばよかった。大丈夫ですか？帰ってこないで。いや、帰ってくることになって。マジで。ガラスじゃないと。やばいっす、怒ってるもん、社長。そう。で、あの、今日ちょっと事故とかいろいろあって。あ、現場で。仕事で。あ、ほら。すいません。すいません。すいません。やばい。どうですか？ちょっと片付けますか？ちょっと機嫌悪めなんで、早く。やばい。もういいでいいで、夢なんで、早く。お疲れ様です。何やってん？何これ？おはようございます。おはようございます。何これ？いや、ちょっと、これ。おい、もうちょっと喋ってよ。はい。お、社長なんだよ。ねえ、どうすか？何やったんだろうな、あんた。どうしたの？何動画撮った？あの、ローションでぬるぬるボクシングの動画撮りました。お前らは？あ？何？何のこしの？何のこしの？何のこしの？片付けろよ！何のこしの？おい！ルージ、はい、どうせお前もお前女の子なんでいいよいいよとか言ったんだろ、お前。じゃおかしいかな、社長が何打ち合わせ、誰がやったの打ち合わせ。で、僕、一応僕は、スペシャルとミッキーさん、ん、はい、自分と打ち合わせをしました。誰が？自分とミッチーさんが打ち合わせしました。そうです。お前、この間会ったことだろ？そうです。ラジオで、はい、ニットFMのラジオで。何？ラジオで。ごめんね。ラジオでご一緒した。ミッチーさんに、そうですね、あのお電話をさせていただいたときに、あの何かいい場所ないかって言われた際に、ミッチーさんから社長の家使っていいよっていうことだったので、空き家っていうふうに伺ってたので。家の家にいるの？生活したの？そんなの分かるじゃないですか。準備してる段階で、確かにあのなんかソファーとか普通にあったりとか、生活感が溢れてたので。大丈夫ですか？おかしいなと思ったんですけど、ただあの大丈夫っていう風だったので、 YouTube の企画の一端であれば大丈夫だよっていう風に伺ったので。もうリオもカメラ止めろよ。何だこのカメラ、もう何だこれ。なんだよ、 YouTube じゃん。そんな怒ることなくない？ YouTube なんだし。何撮影よ、これも。は撮影よ。何を調子に乗ったんだって。
なんだよ。どんな野郎言ってるだろう。よいしょ、撮影なんだし。いい、どんな野郎言ってるの。何が調子乗っとんの。何が撮影だもん。この撮影でも何でもねえだろ。私のとこもこんな教育なの。繰り返りの仕事なの。本当に申し訳ございませんでした。舐めとるでしょ、人の家来て。はい、誰がいいって言ったの。いや、打ち合わせの際はミッチーさんにカメラ回してたら社長許すからやっちゃっていいよって許すと思った。おかしくない。僕がいいよって言っちゃいました。僕がいいよって言っちゃいました。何がいいんだって。お前違う。これ違います。決めなうちの会社でも何でもねえだろ。そうっす。やっていいことと悪いことがあるんだし、いいよって言われたからって私のところにも情報が手の届いてない情報まであるからさ、やること全部自分たちでちゃんと考えれるんだったら勝手にやっていいけど、そんな判断もできないならちゃんと情報共有して。よくない。すいません。あ、よかったな、やってみよう。どうなの。そういうわけではないです。じゃあ何だ。その YouTube の企画の一端として、ただやっぱ許可取りはしなきゃいけないなと思って前もって打ち合わせをしたつもりではいたんですけど。いや、はい、止めろ。ちょっとだろ、ちょっとこっち来いだろ。何怒っとんじゃない。俺怒っとんの。ほな使えんぞ。どうせなんで。こっち来いって言ったの。止めろって言ったのだろ。何お前調子乗っとんだ。止めろって言ったのだろ。撮影だからさせてほしいな。は？撮影だし。どうや、はい、止めろお前。あ、じゃあ止める止める止める。何も調子乗っとんの。なんで。じゃあなんでじゃねえよ。何聞いとったんだろう。ごめん知っとんだろう。どうした。だからカメラで来てって言われて。あ？カメラで来て。聞こえ！カメラマンで来てって言われたよ。何も喋っとんの。何も喋っとんの。撮影じゃねえよ。どうしてる。あ、何や、おい、うるさい。立った、おい、触らないでって。なに。
イベントの告知だけちょっと、3月の23に23と4月のですか、オフ会とオンラインセミナーをどっちかやって、まあ、概要欄に貼ってあると思いますので見てください。以上、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。宮城福士と中鈴と白石リムとそして塗り替え道場の皆さんでした。お前らのことなんて全然皆さん、福チャンネルでローション相撲、はい、ローション何々、ローションマージャン、ローションマージャンマージャンだな。ぜひそちらも見てください。ぜひ、はい、またねー。またねー。初めましての方が多いかなと思いますので、はいはい、スパーキーシャドウの事務所の代表させていただいております伊藤慶と申します。よろしくお願いします。あの作詞作曲ダンスレッスンボーカルレッスン等々をやっておりますので宣伝入ってます。宣伝入ってます。